カルバリア・ゼブジドフスカは、ポーランド南部に位置する町。2006年時点の人口は4503人、面積は5.5平方キロメートルである。1772年から1918年までは、オーストリア帝国領だった。1975年から1998年までは、ビエルスコビアは県に属していたが、1999年以降は、 マオポルスカ県に属している。町の歴史は、17世紀初頭に、地元の有力者、ミコアイ・ゼブジドフスキが、この地を、キリストジュナンの丘であるゴルゴタに見立てて、宗教的建造物群を建てたところから始まる。町の名前も、そのことに由来する。一連の建造物群のある敷地は、カルバリア・ゼブジドフスカ公園として知られており、 マニエリスム建築と自然の景観が融合した優れた文化的景観として1999年にユネスコの世界遺産に登録されている。公園の歴史は1600年に遡る。その年にミコワイ・ゼブジドフスキが個人的な礼拝所とするつもりでーサーさんの斜面に聖十字架礼拝堂を建てた。当時は反宗教改革の動きの中で ゴルゴタの再現を象徴的に行おうという試みが複数行われていた。そして、ゼブジドフスキの礼拝堂も、使徒会派系の修道士、トーマス・ブッキーとルートビヒ・ボーグスキーが推奨し、数学者で天文学者であったフェーリークス・ザブラウスキーが設計を受け持つことで、サーさんをゴルゴタに見立て、キリスト受難当時のエルサレムを、 象徴的に再現しようという大掛かりな計画へと発展していった。その後、マニエリスム様式の影響を受けた、ベルギー人建築家ポール・ボダールによって、1632年までに多くの礼拝堂が建てられた。この地の宗教建築は、キデロンの橋礼拝堂、カイアファの屋敷、アンナスの屋敷、ピラトの屋敷、最後の晩餐、キリストの商店、聖墳墓。 エルサレムの東の門などを象徴的に表現している。礼拝堂には、ネポムクのヨハネに剣道されたものなど、18世紀から19世紀に建てられたものも4つある。巡礼礼拝堂内の聖母が個人用の礼拝書の枠を超え、ポーランド中から巡礼者が来るようになると、彼ら向けの礼拝堂も建てられた。これは17世紀半ばに、 イタリア人建築家、ジョバンニ・マリア・ベルナルドーニの手になる聖母教会に付け加えられたものである。この巡礼礼拝堂には、美しい聖母、マリアの絵が収蔵されている。ベルナルドーニは、死闘会修道院も手掛けている。この修道院は17世紀半ばに、バロック様式に改築された。現在のツアーさんの斜面には、計44の宗教建築物群が残り、 周囲の自然の景観とともに美しい文化的景観を作り出している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。